点在する遺跡の塔、その構造と配置。私の記憶に間違いがなければ、光の道が天へと続く伝説の島、ワフルド。ワフルド？ええ、ワフルドには大いなる宝があると言われているわ。大いなる宝？どういうことだ、ロビンちゃん。出てきたな。俺が。ギアセカンド。ゴムゴムの。ジェットバザーカしちまうぞ。俺に任せろ。サンダーランス剣法。これは気を抜けなそうな相手ね。オチエンタフルールクロトラマード、ショック。その程度だ。ディアブルジャンブプルミエールアッシュ。粋なことするじゃねえか。ゴムゴムのジェットバズーカ。俺は海賊王になる男だ。こんなところで負けてらんねえ。俺はまだまだ悪くないわね。怪物と呼ばれよ。こいつらが麦わらの一味か。なるほど、噂通り役に立ちそうではあるが。さて、待ちな。何だったんだよこいつ。どうやって動いてるんだ。燃料もねえようだしな。最後は炎の攻撃も弱まってた。出てきたぞ。何が起こってんだよ。離れろルフィ。そのデカブツまだ生きてるぞ。
次から次へと、一体何だってんだ。ウソップ、危ない。往生際の悪い野郎だ。どういうことだ。力が入らねえ。何を遊んでやがる。なんだ刀が。みんな下がってろ。俺がぶっ飛ばす。ゴムゴムの。あれ、どうやんだ。あんたたち何やってんのよ。おかしいわ。私も能力が使えない。違うわ、使い方を思い出せない。してやる。邪魔だ。おいお前、なんじゃねえ。これは気を抜けなそうな相手ね。任せて、行くわよ。なんで私なの。待ちなさい。どれ。下がれ。そいつはお前ら全員を殺すまで攻撃をやめねえ。ダメだ。元気がいいのは結構だが、敵と味方を見極める冷静さは持ってねえな。何をしやがった。あの石像には行動範囲がある。そこまで逃げれば大丈夫。ついてこい。何してる。こっちだ。ついてこい。巨像、あいつは何なの。あいつはこの島の守り神だ。それってやっぱり宝を守って。それより飯だ、腹減った。ごちそうしてやってもいいぜ。本当か。大したもんはねえがな。ここは俺の小屋だ。好きなだけ休んでいくがいい。まあそいつはありがてえけど。信用できないか。俺の名はアディオン。職業は探検家と。数年前お前たちも遭遇した嵐のせいで何気に居ついちまってさ。そのままリム。誰だ。そいつだ、うん、なあ、お前さっきのやつじゃ。あなたが触れた後に私たちの力が失われたわ。ええ、私のせいよ。ごめんなさい。でもあなたたち海賊でしょ。しょうがないじゃない。海賊なのは認めるけど、それと
あのキューブにどういう関係があるの？この島は不思議な嵐に囲まれていて、普通は島にたどり着くことはできねえ。船はすべて海の上です。だがね、嵐を乗り越えてくるのは海賊が多くて、弱い者にも暴力を振るう嫌な奴ばっかりよ。なんだよ、俺たちはそんなことしねえぞ。だから私は力を使うの。手で触れた相手の技や能力をキューブの形にして奪うことができるのよ。どういう仕組みだ？これは私の一族の血筋によるものだってアディオが言ってた。つまりあなたはそ…そうよ。他にもキューブの情報をもとにして人や動物を具現化したり、キューブの持ち主の記憶の中の世界に入り込むこともできるわ。すげえな、お前も悪魔の実の能力者なのか？悪魔の実？知らないということは、お前の能力は別のものみたいだな。それで、失われた能力を戻すことはできないのかしら？大丈夫。飛び散ったキューブを見つけて再び定着させれば。そうか、じゃあ探しに行こう。それしかなさそうね。よし、その捜索俺も行こう。え、あなたが？さっきも話したが、リムとはこの島で出会ったんだ。血のつながりがあるわけじゃないが、今はだから俺も手伝わせてもらうぜ。新世界のご多分に漏れず、この島も特殊な性質を持っているからな。外の世界の常識が通用しないことも多い。手始めにそのあたりのノウハウをあまり危険のない洞窟で学んでみたらどうだ。運が良ければ急だろうぜ。危険がないだって？まあ、それなりに準備をしていけばそこいらの人間でも帰ってこられる危険度だな。本当か？騙してんならただじゃおかねえぞ。安心しろ、そんなつもりはないさ。さあ、まずは準備だ。そうだ、飯を食わせてやる約束だったな。さあ、飯だ。この肉、全部食っていいか？いいぞ、約束だからな。本当に一人で全部食ったのかよ。すげえな、簡単に平らげちまう。じゃあ行くか。準備はできてるな。よし、この道をまっすぐ進んでくれ。この変わった島の名前、あなたは知っているのかしら？ワフルドだ。その顔、ワフルドの名前は知ってるようだ。そう、ここが伝説の島、ワフルドだ。
絶景じゃねえか。島の内側はこうなってたのね。おい、あそこにいるやつ、最初に俺たちを襲ってきたやつらの仲間か。また襲ってくるかもしれねえ。あら、威勢が良さそうね。お前じゃ退屈しのぎにもなりゃしねえ。そこをどけ。邪魔だ。任せて。よし、行くぞ。やるな、ルフ。そこの橋を越えてまっすぐ行けば目当ての洞窟だ。あれが洞窟か。やっぱりあんまりいい感じの場所じゃなさそう。さてここだ。今の自分たち、俺は先に。ここは自然に。それだけ大きな地殻変。原因はわからないけど、ワッフルドを語る。海底火山の。でもそれじゃあ、ジャヤのようにもっと詳しく。とにかく、待て待て、アディオのや。見張られてるような気配がするな。あれ、ちょっと見て、あれ宝箱じゃない。こんないかにもな洞窟にわざとらしい宝箱なんて、できすぎた話で怖っ。ブーイ、なんでもう開けてんだよ。これはアクセサリー。ずいぶん古いもののようね。何か光ってる。俺たちから抜けてた。この距離じゃよく分かる。取りに行こう。
この橋、まさか崩れたりしねえよな。戻る道を探さねえとな。てめえはおとなしくしてろ、マリモ。余計道に迷っちゃ。剣。じゃねえだろ。こいつ、俺らを襲う気だぞ。道を開けるつもりはねえようだな。邪魔すんならぶっ飛ばす。けど、なんだ。俺たちの縄張りに入った奴らは許…何よ、ちょっとくらいいいじゃない。ナミ、私たちは橋も崩しているし、ちょっととは言えないわ。そんなこと言ってる場合か。やるぞみんな。こんな奴らに負けてられっか。はっ、やってやろうじゃない。私の番ね。任せて。後悔。引かねえなら切るまでだ。いいわ、任せて。行くわよ。天候の科学。覚悟しろ。刀の髪に行ってやる。俺海の一流国は割っ。モークさん、島、あの島なの。ここ止めろ。なんでだよ。島に近く。黙って闘病に監視を。
これって飛んでいったキューブじゃない？どうすりゃいいんだ？食えばいいのか？あんまりうまそうじゃねえけどな。あ、なんだ？急に体が軽くなったな。不思議ね。能力の使い方も思い出したわ。思い出した。さっきはなんでできなかったんだ？伸びるな。お前ら遅れるんじゃねえぞ。やるか。ゴムゴムのガソリン。よし、かかってこい。竜巻。待て、お前には。安心して、あんたが血を吸われ大丈夫なわけあるか。来いよ、切られる覚悟があるならな。行くわよ、サイクロンテンポ。やるじゃねえか。ゴムゴムのガソリンだ。意外のありそうな相手だ。竜巻。来るなら迎え撃つだけよ。トレインタフルール。ま、
よっしゃ、果たして怪物と呼ぶ海の位置。なんだ、どこから現れやがった。ナミさんを助けに行くときに邪魔したやつか。なんて言ってるんだチョッパー。コウモリが怖く隠れてた。やっぱり消える。あいつ助けてくれてありがとう。私の出番ね。見られてるな。ああ、数も多い。何かいるのか、こんなところに。私だってやるときはやるんだから。ぶっ飛ばす。ゴムゴムのガトリング。切り替えのありそうな相手だ。鬼。大剣豪に。成長を実感。あら、入り口に戻ってこられたみたいね。よし、変なのが出てくる前にここから出ようぜ。よし。私の出番ね。おい、ルビー。てめえらがずっと見てやがってな。価値はありそうだな。ゴムゴムのバズーカ。やったわ。面白い。
それだけだ。